こんにちは、弁護士の松崎です。新型コロナウイルスのせいでお金に困ったという方、さまざまな支援制度があります。ですが一体どういう制度があるのか全体を見渡すのはとても難しいですよね。この動画では2020年4月15日時点で明らかになっている支援制度について、ひたすら支援の金額、どういう場合に利用できるか、申し出や問い合わせ先、一発で目的のサイトに行ける検索ワードを話していきます。大きく3つのパートに分かれています。1、働いている労働者が使える制度。経営者に関係する部分もあるので、労働者じゃない方もぜひチェックしてください。2、経営者が使える支援制度。この中にも労働者が関係する部分があるので、経営者じゃない方にもぜひ見ていただきたいです。3、生活費に関係する支援制度。全ての人に関係する支援制度です。ぜひ最後までご覧ください。なお、役場や金融機関の窓口は非常に混み合っているそうなので、申請する際はできるだけネットや郵送でお願いします。ではまず1、労働者向け支援制度。休業手当、金額平均賃金の 60% 以上。どういう場合に使えるか。企業の攻めに期すべき事由による休業の場合、具体的には会社が自主休業をしたので会社から休むように言われて、休んで給料がなくなった労働者が休業手当の支払いを受けることができます。一方、自主休業ではなくて緊急事態宣言の自粛要請や指示を受けたことで会社が事業所を閉めた場合はどうなのか。厚生労働省の説明によると、会社が自粛要請を受け、なおかつ在宅勤務や職務変更などの工夫をして労働者に仕事を続けてもらうことが不可能な場合は、もう会社には責任がないということで休業手当の支払い義務はないことになっています。休業要請や指示を受けていないけれど会社の判断で自主休業をした場合は、原則として休業手当が出ます。労働者が新型コロナウイルスに感染してしまったことで仕事を休まなければならなくなった場合は、会社のせいではないので会社には休業手当の支払い義務がありません。熱が出て感染しているかもしれないから、労働者が自主的に判断して休む場合も会社には休業手当の支払い義務はありません。ですが、熱が出たりして感染しているかもしれない人を会社が怪しいから休めと言って休ませた場合は、会社には休業手当の支払い義務があります。申し出先は勤め先の会社です。払うのは会社です。検索ワード、新型コロナウイルスに関する Q&A 括弧労働者の方向け。こういうサイトが出てくるので、いろいろな情報を見ることができます。参考として、休業手当を支払った会社は国から雇用調整金をもらうことができます。詳しくは後でも話すんですが、法律上は休業手当を支払う義務がない会社があえて労働者に休業手当を払った場合も雇用調整助成金は出ます。なので、休業手当を払うべきかどうか会社の方が迷っている場合には、まず迷わないで休業手当を払ってしまって、国から雇用調整助成金をもらう方がいいんじゃないかと思います。次、年次有給休暇。金額は休まなかった時と同じ賃金、または平均賃金です。どういう場合に使えるか。いつでも使えます。理由は何でもいいですし、理由を会社に言う必要もありません。ただ会社が休業してしまった日については、元から休みになってしまっているので年次有給休暇は使えません。申し出先は勤め先の会社です。検索ワード、さっきと同じで新型コロナウイルスに関する Q&A 括弧労働者の方向け。参考として、後で経営者向けのところでも話すんですが、小学校の休校や感染してしまった子供のために休まざるを得ない労働者のため、会社が年次有給休暇ではない他の特別な有給休暇を労働者に与えるならば、小学校休業等対応助成金が出ます。なので、子供のために有給休暇を使って休むという労働者のためには、会社は普通の年次有給休暇ではなくて他の特別な有給休暇を与える方が国からお金が入りやすくなっています。次、労災。金額、1日分の賃金の 80%。 死亡してしまった場合には遺族に年金が出ます。ここが労災の一番の特徴です。どういう場合に使えるのか。労働者が職場で新型コロナウイルスに感染した場合です。お医者さんや看護師さんなどの医療関係者が職場で感染した場合が典型例です。医療関係者以外は新型コロナで労災と認められる可能性は低くなります。職場で新型コロナにかかったということを証明するのが難しくなるからです。もし職場で新型コロナに感染したということをうまく証明できるのであれば、医療関係者以外も新型コロナで労災を使うことができます。そのためには、職場以外で新型コロナウイルスに感染する可能性をかなり低くしておくことが非常に重要です。申し出先は地域の労働基準監督署。検索ワード、労働災害が発生した時スペース厚生労働省。こういうサイトが出てきます。参考として、新型コロナウイルスは指定感染症になっているので労災と認められなくても、感染した時の治療費は全額国の負担です。次、傷病手当金。金額、1日の賃金の約3分の2。どういう場合に使えるのか。
職場ではないところで新型コロナに感染して働けなくなった場合です。つまりプライベートで感染した場合にもらえます。職場で感染したことがはっきりしている人の場合は労災を使うことになります。傷病手当金は健康保険に入っている人がもらえます。死んでしまった場合の遺族年金はありません。申し出先、健康保険組合、健康保険証に連絡先が書いてあります。検索ワード、傷病手当金について全国健康保険協会、こういうサイトが出てきます。参考として、今回国民健康保険の加入者でも傷病手当金の制度を使えるようになりました。詳しくは役所などに問い合わせてください。次、雇用保険の失業給付金額、賃金の 50% から 80%、 年齢やもらっていた賃金の額によってこのパーセンテージは変わります。受給期間は勤務年数によって変わります。どういう場合にもらえるか、仕事を失った場合、解雇されたり雇い止めされた人にはすぐ出ます。自己都合退職の場合は3ヶ月待たされます。申し出先、ハローワーク、検索ワード、離職された皆様へ、厚生労働省、このような資料が出てきます。金額を詳しく知りたい方は、雇用保険の基本手当日額が変更になりますと検索するとこのような資料が出てきます。参考として、企業は失業給付よりも解雇しないで休業手当を出して国から雇用助成金をもらうことを検討していただきたいと思います。次、未払い賃金立て替え払い、金額、払ってもらっていない賃金の 80%、 上限があります。どういう場合に使えるか、会社が倒産したけど払ってもらっていない賃金がある場合です。会社の代わりに国が元労働者に払います。申し出先、労働基準監督署、検索ワード、未払い賃金立て替え払い制度の概要と実績、こういうサイトが出てきます。ここまで話してきた内容は、外国人の労働者も日本人と同じように扱われます。労働法は日本人も外国人も差別しません。次、2番目、経営者向けの支援制度、雇用調整助成金、金額、中小企業は労働者に払った休業手当の3分の2だったんですが、2020年4月1日から6月30日までは4分の5、解雇をしない場合には10分の9、大企業はもともとは休業手当の2分の1だったんですが、これも2020年4月1日から6月30日までは3分の2、解雇しない場合には4分の3、金額の上限は1人1日あたり8330円です。どういう場合に使えるのか、休業して労働者に休業手当を支払った場合です。法律上は労働者に休業手当を支払う義務がないような状況でも、あえて労働者に支払った場合には、その場合にも雇用調整助成金は出ます。申し出先、労働局、ハローワーク、検索ワード、雇用調整助成金、こういうサイトが出てきます。参考、要件が大幅に緩和されて申請の手続きが以前よりも簡単になったので、ぜひ利用すべきだと思います。休業手当を出すかどうか迷ってるなら、まず出して雇用調整助成金をもらうのがいいと思います。次、小学校休業等対応助成金、金額、労働者に支払った賃金と同じ額、日額上限8330円。どういう場合に使えるのか、小学校や幼稚園の臨時休校や感染した子供の世話で仕事を休む労働者に、普通の年次有給休暇以外の他の有給休暇を取らせた場合、企業にお金が出ます。申し出先、地域の学校等休業助成金支援金受付センター、検索ワード、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、こういうサイトが出てきます。参考として、今のところ2020年6月30日までです。労働者が有給休暇を取ろうとする場合には、まずこの助成金のことを考えてみる方が賢いと思います。ほとんど同じような制度を個人事業主の方も使えます。個人事業主の方は1日最大4100円です。ただし個人事業主の方は今のところ2020年3月31日までに仕事ができなかった分だけです。申請は6月30日までできます。次、働き方改革推進支援助成金テレワークコース、金額、上限100万円。どういう場合に使えるのか、新型コロナ対策でテレワークを導入する中小企業です。2020年5月31日までです。申し出先、テレワーク相談センター、検索ワード、働き方改革推進支援助成金テレワークコース、こういうサイトが出てきます。次、働き方改革推進支援助成金職場意識改善特例コース、金額、上限50万円。どういう場合に使えるのか、新型コロナ対策で特別休暇制度を導入する中小企業です。2020年5月29日までです。申し出先、地方の労働局、検索ワード、働き方改革推進支援助成金職場意識改善特例コース、こういうサイトが出てきます。次、持続化給付金、金額、法人200万円、個人100万円。どういう場合に使えるのか、売上が 50% 以上減少してしまった場合です。中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も広く対象になっています。申し出先、今後経済産業省のホームページで公開されます。検索ワード、
持続化給付金、このようなパンフレットを見ることができます。次、融資保証など、企業に対する融資保証はたくさんあるので一つ一つご紹介できないんですが、よくまとまっている資料をご案内します。無利子無担保 100% 保証など、いろんな制度が用意されています。借り換えのために使える制度もあります。まずは経済産業省が作成したパンフレット、融資保証関係が割と詳しくまとまっています。日本政策金融公庫、商工中金などの支援がわかります。これにはぜひ目を通していただきたいと思います。検索ワード、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ、こういう資料が出てきます。目次だけでもこんなにたくさんあります。もう一つ、経済産業省と中小企業庁が作成した中小企業向け融資の一覧、これは非常に見やすく一覧になっています。まずここから探してみるのもいいと思います。検索ワード、資金繰り支援内容一覧、こういう資料が出てきます。一目でわかります。次、厚生年金保険料、健康保険料の猶予、それぞれ年金事務所、健康保険組合に問い合わせてください。保険料納付の猶予措置を利用できます。次、都道府県別、各都道府県もそれぞれ独自の支援策をたくさん打ち出しています。たくさんありすぎて言えないので検索してみてください。検索ワード、新型コロナウイルス関連、各都道府県別、よくまとまっているサイトがいくつか出てくると思います。次、3つ目、生活費のために使える支援制度、緊急小口資金貸付、金額、個人事業主や家族に感染者がいる場合には20万円以内、その他の場合は10万円以内、無利子無保証1年据え置き2年返済、どういう場合に使えるのか、新型コロナで収入が減少して生計維持の必要がある人です。申し出先、社会福祉協議会、検索ワード、新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について。次、総合支援資金貸付、金額、2人以上の世帯は20万円、単身世帯は最大15万円、無利子保証人不要、据え置き期間は1年以内、償還期限は10年以内、どういう場合に使えるのか、新型コロナで収入減や失業など生活困窮している世帯です。申し出先、社会福祉協議会、検索ワードは先ほどと同じです。次、住居確保給付金、金額、3ヶ月分の家賃相当額、就職活動を誠実に行っているのであれば最大9ヶ月分です。どういう場合に使えるのか、収入が減って住居を失ったり失いそうな場合です。申し出先、役所、検索ワード、住居確保給付金の支給対象の拡大にかかる生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について。これを検索して出てくる資料は長い文章なので結構読みづらいです。時期に分かりやすい資料が厚生労働省のホームページにアップされるんじゃないかと思います。次、生活支援臨時給付金、かっこ仮称、金額、1世帯30万円、どういう場合に使えるのか、収入が減って低所得になった場合です。2つパターンがあって、1つ目は収入が住民税非課税水準まで低くなってしまった低所得世帯、2つ目は収入が半減して住民税非課税水準の2倍以下にまでなってしまった低所得世帯です。申し出先は役所、検索ワード、生活支援臨時給付金、総務省、このようなサイトが出てきます。繰り返しですが、申請はネットや郵送でできるだけお願いします。次、国税納付の猶予期間、国税の1年間の猶予、どういう場合に使えるのか、新型コロナの影響で収入がおおむね 20% 以上減少して国税を納付することができない場合です。担保はいりません。申し出先は所轄の税務署です。検索ワード、納税を猶予する特例制度、このような資料が出てきます。参考、地方税についても各自治体で猶予などの対応が取られています。次、国民健康保険等の保険料の減免、金額、国民健康保険料が 20% から 100% を免除されます。どういう場合に使えるのか、新型コロナに感染して重篤あるいは死亡してしまった場合、新型コロナの影響で事業収入などが3割以上減った場合などです。申し出先、市町村や国民健康保険組合です。検索ワード、国民健康保険料、コロナ、厚生労働省、こういう資料が出てきます。ちょっと長いです。次、国民年金保険料の免除、猶予、どういう場合に使えるのか、収入の減少や失業などによって国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合です。申し出先は役所です。検索ワード、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について、このようなサイトが出てきます。次、電気ガスの公共料金の猶予、どういう場合に使えるのか、新型コロナの影響で緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けていて電気料金の支払いが困難な場合などです。問い合わせ先、契約している電気ガス会社、検索ワード、新型コロナウイルス感染症の影響を受け電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ。次、携帯電話、各携帯電話会社に問い合わせてください。次、上下水道、役所に問い合わせてください。最後、生活保護、金額、
住む場所や食べ物、医療などの支給があります。どういう場合に使えるか。最低限度の生活を維持できない場合です。申し出先は役所です。はい、この動画でご紹介する支援制度は以上です。今後も支援制度が増えていく可能性があるので、最新情報をチェックするようにしてください。国はたくさんの支援制度を用意していますが、いろんなところに情報が分散していて、中身もわかりづらくて、調べるのが非常に大変でした。僕も全体像がわからなかったので、全体像わかるような動画があれば、皆さんの役に立つんじゃないかと思ってこの動画を作りました。果たして役に立ったでしょうか？役に立ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。松崎弁護士の労働法チャンネルではこれからも判例や法律など皆さんの役に立つ情報を配信していきます。皆さんの応援が励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。